アリカにある五大湖湖のののうちの一つの湖世界では13番目の面積を持つ淡水湖。英語の発音はイヤリーに近い。25,821平方キロメートルの面積を持ち、458キロ立方メートルの水をた,たえている。平均の水深は18メートルと浅く、2.6年で水が循環する。エリー湖に流れ込む主な川は、 ヒューロン湖とセントクレア湖を源泉とするデトロイト川であり、流れ出た水は、ナイアガラ川とナイアガラの滝を経て、オンタリオ湖に流れ込む。エリー湖に流入、流出する他の主な川は、グランド川、レースン川、マウミー川、カヤホガ川である。エリー湖は、五大湖の中で最後に発見された湖であり、オンタリオ湖から流れ出る川をたどって、ヒューロン湖に荷物を運んでいた。 フランス人の探検隊によって発見された。エリー湖の南にオハイオ州、ペンシルベニア州、ニューヨーク州が位置しており、西にはミシガン州、そして北にはオンタリオ州がある。カナダ最南端のポイントペレー国立公園は湖にカナダ側から突き出した半島に位置している。エリー湖の東部分のいくつかの島には住人がおり、ペレー島を除き、 オハイオ州に帰属している。ニューヨーク州バッファロー市、ペンシルベニア州、エリー市、オハイオ州トリード市、それに、オハイオ州クリーブランド市の4つの都市が、湖岸にある。エリー湖から下流への水運は、五大湖を結ぶ、グレートレイクウォーターウェイの一部である、ウェランド運河が使用される。またニューヨークへ流れるハドソン川との間には、エリー運河が、 ミシシッピ川へ流れるオハイオ川との間には、オハイオエリー運河があり、19世紀には、エリー湖周辺の物流と産業化、都市化に貢献した。他の五大湖と同じように、冬に、エリー湖の上を吹く冷たい風は大量の水分を含み、対岸の都市に大雪をもたらすことで知られている。これにより、内陸部であるにもかかわらず、南岸にある、バッファロー市は、 アメリカで最も雪が降る都市の一つである。しかし、エリー湖は冬の極寒期には凍結し、その影響は和らぐ。エリー湖の水は周囲の農業に多大な恵みをもたらす。北岸のカナダ側は様々な野菜や果物を生産しており、その生産量はカナダ国内でも上位に位置する。南岸のペンシルベニアやニューヨーク州では、ブドウが生産されている。 1960年代から1970年代にかけて、エリー子の汚染が深刻な問題となった。沿岸のプリーブランド市や他のオハイオ州からの工業用排水と家庭用排水が絶え間なく流入し、かつては盛んであった漁も中止され、湖岸からの釣りも行われなくなった。しかし、1969年6月に、 カヤホガ川の火災が発生するまで何ら対策が取られることはなかった。その後徐々に水質は回復し、魚をはじめとして昆虫やそれらを食べる鳥が戻ってきている。しかし、水運により持ち込まれたロシア原産の外来種、カワホトトギスガイが大繁殖を起こし、在来の生態系の破壊や、在来の二枚貝に与える影響。 エリー湖の水資源を利用する工業への影響などが問題になっている。またもう一つの外来種生み集めが在来種の魚類に与える影響も未だに深刻である。現在においても残存する重金属と PCB 汚染は残っており、捕獲した魚は食用には進められない。現在も続く汚染源として広大な農地で使われる農薬や化学肥料の流出、高宇に、 下水処理場の能力を超え溢れ出る生活汚水も無視、できない。ミシガン州、ルナタウンのエリーコ。ありがとうございます。